いつものポーカイベイビーチパークに来ました。これからここで朝ごはん食べまーす。じゃ今日は家で2種類のサンドイッチを作ってきました。1種類目はピーナッツバタージェリーサンドイッチです。最近僕の動画は違う動画でも、アップしました。ピーナッツバターを片面塗って、もう一個の片面はジャムを塗ります。僕はラズベリージャムが好きなのでラズベリージャムを塗りたくってます。食パンはその時に買ったね、食パン、美味しい食パンが残っているのでそれを使います。そして2種類目、ピーナッツバター、バナナ、そしてハニー、蜂蜜を少し垂らします。ピーナッツバター、バナナサンドイッチです。これは、動画にするのは初めてですよね。めっちゃ美味しいです。バナナは1本丸々入れました。残しててもしょうがないのでね、たっぷり入れてみました。こんな感じです。そしてこれを挟むだけですね。そして食べやすいように、食べやすいのが好きな方は半分に包丁で切れます。そして出来上がり、ただー、まずですね、ピーナッツバタージェリーサンドイッチでーす。いただきます。今日は奥様と一緒ですけど、奥様ちょっと恥ずかしがり屋なので僕のこっち側にいまして、こっちにカメラは向いてます。はい、どうぞ、いただきます。さ、あの今葉っぱ集めてる、うわー、ちょっとうるさいですけどね。うまい。あの、ほら乗ってる乗ってる乗ってる、ほらほらほら、波ありますね。ここから見えるんですけどね、カメラで映してもちっちゃすぎて見えないと思いますけど、肉眼では見えます。波乗ってるわ。ただ今日僕はねデートなのでデート優先です。このパンは地元のマーケットで買いましたけど、日本のパンみたいな感じでのやつを買いました。やっぱりアメリカのパンよりも美味しいです。次こちらです。ピーナッツバターとバナナです。ピーナッツバター、バナナ、ハニー、ピーナッツバラ、バナナです。これも美味しいですね。知る人ぞ知るという感じで、はい、こんな感じです。はい、どうぞ、いただきやす。うまい。俺はうまいんだけど、どう？やっと晴れたな。久しぶりだ。やっぱりこういう日だからみんな出てきてんだよ。ちょっと水に浸かろうと思って。うまい。奥様も気に入ってくれたようです。嬉しい。マウイ、ほらみんな楽しんで乗ってる人がいないし、最後の一口も終わりです。みんなこれやってみて。ピーナッツバター、ハニー、バナナ、
ちごとバナナを両方入れてもうまいかもな。よくまいアイスコーヒーも持ってきやした。美味しかったです。奥様の批評はバナナの方が上だそうです。皆さんも楽しい試してください。そして批評を、聞かせていただけると嬉しいです。それじゃあね、またですね、皆さん今日も、一日楽しみましょう。僕も、楽しみます。今日一日は今日しかないからね、楽しみましょう。それじゃあね、みんなバイバーイ。